が一堂に会します。どうぞ座ってください。ありがとうございます。どうぞ座ってください。ありがとうございます。いや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 、こんな雰囲気で3人で会うことないですね。ないもんね。でさっきゾロとお話ししたんですけど、うん、3人だけで飯行ったことないですよね多分。ないね。いっぱいいる中ってのがあったとしてもね。そうそうそう、2次会後に合流する感じだからね。そうですね。それカズさんがでしょ、うん、いつも大体カラオケの場とかそんな感じ、ね、いやだ僕今日はカラオケルームでいいんじゃないかって言ったの。そうだよね。提案してたんでしょ。提案したの。え、今例えばこう、まあ、試合前とか、うん、わかんないですけど聴く歌ってどういう歌聴くんですか。ずーっとトシちゃん。ずーっとトシちゃん。なんで笑うんですかこれ。今でもずっと。ずーっと昨日も。昨日も。昨日も午前中ずーっと流しながら歌ってた一人で。今でもずっとトシちゃん。そういう意味ではでもカズさんあれじゃないですか、キャンプからいてもうちょうど開幕しましたけど。はい。開幕スタメンということで。さすがなんか司会者みたいな。さすがね、もちろんちゃんと情報をちゃんと入れてるからね。こうね、最近なんか変わったよね。何ですか。やめてください。最近テレビでねよく見るからね。そうそうそう、テレビの人になってきたらね。いやそんなことないじゃないですか。いいと思う。それでじゃあゾノはどこを目指してるの。そこ。いや俺もわからない自分なんかこういいよね、なんかこう吹っ切れたものもあるしさ。いや僕もほらね、いろいろ事件ありましたから、その後にすぐヒデから連絡があってですね、まだ3ヶ月も経ってないぐらいですよ、外出てこいって言って一緒に飯食って、うん、まだ飲んでないの。一滴も飲んでない。江川さん、僕がね、うん、お酒を飲み始めたきっかけはゾノですからね。本当だよ。ゾノは俺、僕はここから教わってきますから。あ、やっぱりそうそう、こうですよ。いや母さんって何飲みます。でいつもテキーラ。テキーラしか飲まないですよね、うん、テキーラも好きで飲んでるんじゃないですもんね母さん基本的に。そうだね、ガソリンみたいなもんね。ガソリン。ガソリン。ガソリンですか。走るための。走るためのでも容量半端ないですよね。多分30代の強い時は本当に一晩で1本半から2本ぐらいは開けたことあるんじゃないかなと思う。ボトルで絶対飲んでますよね、うん、でもねゾノ今そのテレビとかね、はい、メディアとかでもサッカーのことやってんの。あんまなんか似合うのがあったからですよ。ありがとうございます。見てないですよ絶対。いや開幕スタメンというのは出てたから、うん、4倍速ぐらい速くて見てたでしょ。すっげえ速かったですすっげえ走ってるなと今も見ない。僕現役の時からサッカー見ないですからね。嫌いだもんね。ちゃんと語弊がある。語弊がある。嫌いなサッカーは。サッカー大好きなんだけど、もうこれだけのさ、才能はあるじゃない、うん、ね、うん、サッカーの才能すごかったじゃない、はい、でも団体行動ができなかったからね。それカズさんフォローになってない。いや待って。団体行動大体早くやめた理由も一番俺それだと思うの、まあそうね、もうみんなと一緒に動くのが嫌だとかね、はい、そういうのみんなと動くってサッカーでじゃないよ。そのほらホテルでさ。ちょっと待ってくださいよ。何え、それカズさんに人のこと言えないでしょ。でもいやいや俺は協調性あるもん。いやいや、カズさんの本当の姿を知ってる僕らからすると、あの何よ本当の姿。いやいやいや、協調性あるとは思えない。いやそう。でカズさんじゃあ 30前とかはどうでした。嫌だったね。でしょ。言われんのとか、なんか自分でできるじゃんやっぱね、うん、自分で調整もしっかりできるし、はい、コンディションの作り方も自分のなんかあるじゃないいろいろね、うん、だから人に何時にどうしろとか飯食えとかそういうのってやっぱり20代の頃は言われるの嫌だった ね。で自分のペースで全部こうやるじゃないですか、うん、やると一番なんていうのベストな状態に持っていけるっていうふうにずっと思ってたしね、うん、やっぱその方がまあ本当に実際一番良かったから、はい、うん、今だからこそこうなんかいや全部わかってるんだよって感じで言いますけど。じゃ今やっぱさもうさなんていうの、でもたまに思うよ、うん、でだって高校生ぐらいの子がキャンプに参加するじゃない。やっぱサッカーもそうだけどルールってそういう子たちに合わせるじゃん、どっちかって、うん、こっちにはできる人に合わせないじゃない、やっぱ、うん、どっちかというとそういうことを新しく覚えるためにいろんなキャンプ中の生活って、うんうん、その子たちのために合わせるから、うんうん、なんで俺が18歳のことってたまにちょっとちらっと思う時あるよ、ね、一緒になんか列並んじゃったりとかしてまあ確かに、ね、食事の列並んだりとかさ一緒に待ってるとかさ、子供も子供だからね、僕の子供と一緒だからね。今年そうですよね。そうか、お母さん今子供いくつですか。17。あの上がね。で今回もキャンプに高校2年生の子が参加したんだけど、うん、2人ねユースから、うん、子供と一緒だからね。確かに。そうか、だって母さん 48? 48だよ。いいじゃ、でも昨日もう久しぶりのスタメンだったし、もう前半で終わるつもりでも行ったし、はい、どうしてもやっぱチーム勝ってほしかったから、もう
ディフェンスにも貢献し、まあ、当然なんだけど、はい、ハードワークしてチーム盛り上げなきゃと思ってたから、まあ、ちょっと飛ばしましたね最初から、はい、ずっと飛ばしてやっぱもうでもまあ12月10日から今回準備したじゃんそうですね約3ヶ月この開幕まであってあ、まあ、だからやっぱいつも1月じゃないやっぱそれ全然違うよ、はい、体、うんうん、やっぱやるだけのことがあるよね練習っていやでも、うん、いや練習は当然やらなきゃいけないと思うけど、うんうん、でも休みをどういう、ね、配分でやるかっていうのは当然年齢上がるじゃないですか、うん、その効果的な休み方効果的なトレーニングの仕方っていうのがだからもうそれはやってますよすいませんちゃんと本当に言うこと聞いて本当に休んでます休んでるうん、うん、好きあれば走り行きますからね川さんそうなんだよねそうなんだよね、でもじゃあでもそうすると毎年ねそんだけ指導が早かったり、うんまあ、1月もトレーニング行ってるでしょ、うんうん、年末とか休みってないんですかほとんど本当のベタ休みはやっぱもうないねあの2日休んだらやっぱ走るし3日目は走るし、ね、家族旅行は年末ハワイにちょっとだからその時も走ってるんですよね原さんその時もハワイに行ってはいあの長男が、はい、僕らどこも行ってないんだけどなんでってわけずっとホテルのプールサイドにいてどこも行かないのあそうこれが最高なんだって一人で俺言ってあいつらにカズさんにとっては最高でしょうけどどこも連れてない普通行くじゃないですかまあちょっとよし行くぞって着替えて、はい、ランニング行っちゃってそれ付け合わせたこれ観光だとそうそれでマジになっちゃってなんかシャトランみたいなのやり始めちゃってシャトランとかハワイで体感も一緒にやっていやでもまあ子供はでもそのカズさんしか知らないからいいんでしょうねそうか、まあ、まあどっちにしても、ね、ずっと変わんないもんね、うんうん次はやっぱ本当海外が好きというかすごいよねやっぱそんなにこう海外って意識ないでしょ別にもうないです、ね、山梨から東京出てくるのと一緒でしょ東京からミラノ行くのもそんな感じいやでもそうだって絶対いやそういう意味ではカズさんはもう現役じゃないですか、うん、で僕は一応サッカー解説者みたいになってるんですけど、うんまあ、そっちの方が少なく今ちょっとなってるんだけど、うん、ヒデは何ですかね俺はヒデさん今何してるんですかって聞かれると、はい、中田ヒデとしてるっていうなるほどよく分かんないこと言ってるねいや僕ねそれでいいと思うよでも聞かれるでしょヒデ聞く人も少ないからみんななんかどっか旅してると思うまた旅してるっていうのはなんとなくね、うん、まあただ僕は本当に今こう日本をずっと勉強してやってて、うん、すごいよねヒデのそんななんていうのいろんなことにこう興味を持つという興味を持ってねそれを極めていく極めていくそのなんていうのオタクぶり？オタクぶりってのはそれ。でもある意味そうでしょ。こうはちゃんとこうこれって言ったらハマって。そうそう。だからやっぱ遊びもそうじゃないですか。うん、遊びも一生懸命やるから楽しい。うん、ね、中途半端に遊んだらつまんない。うん、だから遊びも仕事も一生懸命やる方がいいし、うん、遊びも一生懸命やったら仕事になる。うん、多分そのうち。そう名言だね今。名言ですね。だって僕らってみんなサッカーでプロになった理由は、うん、子供の頃遊んでたのを一生懸命やったからなったわけでしょ。うんうんやっぱり何でもこう一生懸命やれば仕事になるんじゃないかなとだからそういうふうにしなきゃいけないし今入りはやっぱりそれに興味を持ってやっぱり好きというか、うんうん、だから結局今なんか本当に海外よりも日本回ってることが多くて、うんうん、先週も沖縄行って、うん、でその後福岡行ってで今東京いるじゃないですかで今週末香港行ってそこから京都行ってたまにショートメールで元気ですかって入れるじゃん、はい、元気ですって返ってくるの3週間後だからねもうどうでもよくなっちゃったから俺にとっては元気ですかって入れてさ今の状況知りたいじゃん、はいはい、それなのに3週間後基本的に日でさ別に住んでるとこどこって決まってないでしょ住んでるとこはないですねだってないってなんでだからこれも遊牧民だからねもう遊牧民族じゃないんだからさ手塚さんじゃあまあだって地方に行って東京1日2日戻ってきてまた海外に行ってまた戻ってきて1日2日いてまあ荷物に入れ替えみたいなもんですよそれで出てっちゃうから別に必要性ないとヒデのその生活をする荷物ってあるんじゃないどこにあるんですか洋服だけですよ洋服どこにある倉庫だろ倉庫に倉庫コースなんて別に自分の家とは別に洋服用の家があれまだあるんですかあそこある僕あそこに一回泊まりましたよ母さん覚えてますか覚えてない本当はい本当にすごいもうスーツがもう何百着ですかあれそんなないよあるじゃないですかないよショールームだよねいや本当そうそこで寝させてもらいましたよスパスでもこれも今日作ったんでしょ
そのさっきできたばっかりです2時間前ぐらい取りさっきですから、そうさっき本当に今日できた急遽で、昔から結構なんだろうスーツ着るじゃないですか、うん、はい、今本当何着ぐらい持ってます？いやでも前のはもう全部処分しました。処分した。へえ。この今のこのスーツを作ってくれてる人になってから7年ぐらい経つ、6年か7年経つんだけど、うん、もうその人のしかない、うん、で年間にそうだね、夏冬で6着ぐらい作るでしょ、うん、6着7着、うん、だからその分しかもうないよ。なるほど、うん、母さんスーツかガウンのイメージしかないけど、ガウンガウン着てません？あれ何着あるんですか、あれ ガウンみたいな、ガウン、バスローブとか、バスローブ的な、家でもガウン着てるって母さん言ってます、着てますよ、着てますよね、うん、家にはね3つぐらい置いてあって、クラブハウスにも4つぐらい置いてあるかな。ほとんどスーツですか今？うん、まあでも普通の着る時も、着る時もある、うん、これコンビニでしょ、コンビニ行ってきた。いやコンビニはこうついでに行っただけだからさ、それが話が変わっちゃってるからそのためにみたいなになっちゃってる、うん、だって前ジャージっていうか普通の格好してたら、隣におばちゃんが来て、はい、なんだスーツ着てないんだって言われた毎回スーツで行く。ジョノは？俺はでもなんかテレビとか出るときは衣装なんだ。それとも自前なの？いや俺自前なんですよ。あ、うん、なんかジョノっていうと最近はすごいこう派手な色が多いような、ピンクのポルシェとかね。そうそう、それ昔の話。いつの話？20年前。最近乗ってんの？そんな今乗ったらおかしいでしょ。もうあれはもうやっぱ高校時代の反動がかなり来てたんで締め付けられてたね。締め付けられて、あれ乗ってるとどこ行ってもバレるから。だから1年で気づいたんですよ僕も。そ1年気づかなかった。だから多分だから逆に言えば、逆に言えば、だから先輩の一平にも同じのを交わしたんだよね。そうそうそう、どっちか分かんないです。カモフラージュそれで2人同じの。そう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 、そしたらもう一人大竹直人ってそいつも買って3台でこうそれ誰がどれか分かんない。これこそ一番ベストだと思って。10年ぐらいしたら似合うようなんじゃない、また。え、ああいうのが。そうですか。逆にやっぱおっさんになってさ、いいじゃない、もう師匠も出てきてるし、白髪も出てきて。ああそうなんですよ、白髪増えてきて、だからいいじゃないですか。僕も出てくるんですよ、やっぱヒゲが一番多いね。そうだよね、ヒゲが一番多くなる、うん、伸ばすと。母さんなんかもう真っ白。母さん最初染めてたでしょ。うん、でも途中からもういいやと思って。もういいや、そこまで出ればいいですけどね。もうちょっと舌も出てきてるからね。はい、舌も白いの出てきてるから、ね、最近じゃないでしょそれでも。いや最近。あ本当によく見たら。舌もですか、マジですか。まだ来てない。まだ来てないの。来てないじゃないですか。でも40は40だもんね、だって。はい、うん、いろんなとこ来てもおかしくないでしょ。そうだよね。去年開催されたワールドカップブラジル大会、三浦さんと中田さんは現地で合流。日本サッカーの未来について熱く語り合ったといいます。去年ブラジルのワールドカップで、ああそうじゃないですか、ヒデがカフェね、はい、中田ドットカフェ、ドットカフェやって、はい、日本酒を向こうで日本酒を飲んで、はい、その後にちょっと飲み行ったんだけど、うん、そしたらテキーラ本当1本ぐらい飲んでたからねあの時ねそう、やっぱ飲んでるんですね、まあ、そこでも、うん、俺5泊して、はい、3日間はヒデと一緒にご飯食べて。でもカツさんとイタリアで行ったことありましたっけ？それイタリアないね。イタリアないですよね、うん、今度イタリア行こうっていう話をね。そうブラジルでしたの、そんな話。ほうほう、ブラジル、そうワールドカップの時に、そう、はい、世界回ろうってあ言ってましたよね、カツさんね。カツさんが南米担当とか言って、なんか南米担当、道場破りじゃないけどいろんなとこ回って、回って PK 合戦 やってこようとかそんな話してるね。そういう話をして日本代表でみたいないろんなね、海外の辞めた人たちと対決するとか、はい、本当に、まあ、それカズさんが辞めてからの話だから、だからいつなのかわからないね実現するかっていうところですからね、うん、でも実際そういう、なんていうの、やっぱ AC ミランの OB の人たちでも、はい、イタリア代表の OB の人たちでもやって日本に来ていろいろ活動したり、はい、アジアに行ったりしてるじゃない。みんなでそういうのはやっぱやっていきたいなって思うけどね。僕もそのサッカー協会とかのね、うん、仕事を頼まれることはまずないですけど、うん、ただいつもなんか思うのはなんでないの、ね、でもなんか日本サッカー協会もこうサッカーをやはりこう文化として伝えていくんだったら、うん、そういう活動をもっともっと海外ですればいいのになと思うのね、うん、別にさヨーロッパとかじゃなくてもアジアでも、アジアで、でも近いところでも
ね、韓国でも中国でもどんどん OB の人たちが試合したりとか、うん、もっと深めていった方がいいよね、絶対絶対そっちの方がいいだろうし、やっぱり今なんか主将がね、例えば一人でどっかの国に行くよりもサッカーの試合やった時に主将がいた方がよっぽど人が集まるし、うん、そうね、なんかそういうなんかもっともっと国と国をつなげるようなことでサッカー使えばいいよなとは思いますけどね。ですよね、そういうのやってるしね、うん、実際ね、もう向こうの南米でもヨーロッパでもね、僕今度5月にミラノで、うん、だから自主トレもカズさんの、うん、あのグラム自体を俺ね、うん、毎年行ってるやつ、ね、行かせてもらって、だからヒデも行こうよっていうふうに誘ってたんだけど、いや一回行ってみてみたいなと思う。そうそう、すごい言ってた、ね、大したことないから大丈夫。何やるんですか、朝起きて走って。それはもうあの最初4キロ走る、うん、あの 400m トラックを10周、それとちょっと加速走みたいなのと、あと体幹ちょっとやって、まあ、45分ぐらい、うん、でもさ分かるでしょ、ペース走で決まってんのよ、あの1周行くで脈拍も決まってんのに、もうそれ守らないから。守ってます。で脈拍もオーバーしてんのに 嘘ついてる。守ってます。守ってますか。ちょっと嘘つきますけど。ちょっと嘘つきますよ。だってカズさんあれでしょ、若い頃、うん、走りすぎたでしょ。走りすぎたね、疲れてた、うん、気づきましたか。今の方がいいかもしれない、コンディション抑えてる。こう決まってんのに守らずに走りすぎて、うん、やりすぎてっていうことをね、うん、よく聞いてましたね、うん、まあそういうのがあったから、でも今でも頑張れるっていうのもあるから、ね、まあそれはね、うん、ね、カズさんでもさあれですよね、もうリーグ始まるとある程度こう生活のリズムってもう、こうルーティンって確立されるじゃないですか、はい、まあ、練習行って帰ってご飯食べてとか、はい、そういうのってもう決めてるんですか、何食べるとか。まあ、僕あの調理室にね、もうこの10年ずっと全部朝から作ってもらってるんだけど、はい、もう任せてるんで大体でも決まってますね、はいはい、あの豚肉の日、牛肉の日、鶏肉の日、魚の日、まあ、朝は大体魚なんだけど、はい、そういうのをもう調理さんが考えて、はい、まあ、ずっとまあこうやって元気でやってると、はい、その食事の時間っていうのはまあずっと一緒ですよ。だからみんなバラバラでしょ。いやもうバラバラです。でほとんど一緒、朝はもう本当6時半から7時には食べてるし、昼は12時半から1時半の間には食べてるし、夜は6時半から7時のぐらいに食べてるし、それって家族も合わせるんですか、カズさんの時間に。家族は今違う別のところにいるから、はいはいはい、家族は家族であの当然食べてるけど、はい、僕と一緒にいるときは僕に合わせるよ。だからなるほど、もう大体6時って決まってる、それみんな合わせてくれて、ヒデなんかバラバラだもんね。僕はあんま食べないですからね。そうなんだよね。僕大体1日1食が多いですね。ずっと言ってたね、ブラジルの時もね。そうそう、大体、ね、あの、まあ、夜は誰かとご飯食べに行くから夜必ず入るじゃないですか、うん、朝はほとんど食べないですね。まだお菓子食べてんの。まあ、お菓子はやっぱ一生の友ですね。主食ですから、主食、ね、すごい。代表のワールドカップ予選の海外遠征の時にスーツケースにお菓子入ってる人が初めて見たから。お菓子とカップヌードルみたいなの出てきた時びっくりしたからね。いや、やっぱりね、普段の生活を持ち込まないとダメでしょ。ワールドカップああいう長期戦う時には。え、最初あった頃そうだったっけ、ヒデ。最初からそうだった。いや、もう昔か。子供の頃からやっぱりお菓子とかカップラーメンとかよく食べてて、それでよくこう超一流になったよね。サッカーで。いやいやいや。え、あとは8歳か9歳から僕、まあ、週刊誌ね、あのジャンプとか、うん、今ジャンプマガジンサンデーヤンジャンヤンマガ、ここ30年ぐらい欠かしたことないですからね。いまだに。いまだに。え、それはもうペルージア時代も全部イタリア送ってもらった。すごいね、やっぱこのこだわりだね。一周たりとも逃したことないですね、ここ30年ぐらい。まあ、ヒデも変態だよね、やっぱ。変態ですよね。変態だね、これ、でも変態じゃなきゃなんないね、やっぱ無理、こういうふうには。いや、ね、本当そう思いますよ、ね、でも実際僕多分漫画読んでなかったら、うん、キャプテン翼読んでなかったらサッカーやってなかったかもしれないですからね。ヒデ、キャプテン翼の影響なの。そうです、最初は。はい、それ何年生の時。それが小学校3年生ですね。もう3年生の頃からもうズバ抜けてたの。いや、全く。いつからズバ抜けてたの。いつから周りと違うなと思ったの。いやいや、僕だってまずずっと、まあずっと下手だったと、ずっと下手だったんですよ、うん、まあそれでいいけど、うん、オリンピック行った時あってゾノがいて、うん、で僕一番下で、最初の頃だって僕あのサブだったじゃん、結局。まあまあそうだね、最初はね。でも違ったでしょ、センスとか。いや、もう全然違いました。だってもうまず1個下の世代でヒデと直樹か、そう、マサ直樹はもう世界経験してますから、うん、もう全然違いましたよ、うん、
そのメンタルも含めゾロもやっぱ違ったでしょ小中学。いやでも僕はそれこそそういうアンダーカテゴリーで一度も入ったことないんで、それこそオリンピックが最初。いや僕代表が最初ですよ。それこそオリンピックの前に、それまでなかったのユースとか一回もない。でも果実ではやっぱ中心だったでしょ。そうですね。ドリブルだで。そうですね。でも一度もないですね。高校選抜だけ。カズさんは？そういう意味でそういうなんか。僕も俺15でブラジル行っちゃったでしょ。で15までも行って静岡市の選抜。じゃあ全然そういうのに呼ばれるそういうセレクションみたいのに行くのも嫌だった。なんか内弁慶というか、なんか知らない人たちがいるのは嫌みたいな。その人がよく行きましたね。でもブラジルは行きたいと思ってた。違う道に行きたかったね。なるほど。でもブラジルだったんですか最初から。最初からブラジル、もう小学校の時からブラジル、もうブラジルに行ってプロになりたいってずっと思ってた。うん。母さんトレーナーの人をどこでも連れてくよね。連れてくね。大体旅行でも連れて行くんですよね、母さん。そうですね、はい、家族旅行にも連れて行ったことあるしって言ってましたもんね、うん、誰よりも仲いいですか。誰よりももう一緒に時間過ごした、ね、この15年は一番いるんじゃないかって。トレーナーも竹内って言うんだけど、竹、うん、も家族いるんだけど、はい、家族よりも長く一緒にいるんじゃないかって言ってますから、ね、俺家族いないのかと思ってたの。竹でしょ、うん、だってすごいですよ。まあこんなこと言ったらですけど2年前かな、母親なくあの病気で亡くした日も練習場いたからね。マジですか。もう危篤状態でもう来て、で電話かかってきて、電話でもう僕はいいよって家族に言ってるの、あの死に目会えなくても。でそれ聞こえたから、いや行ってこいよお前っつってで行かしたんだけど、そのぐらいなんて自分の仕事にプロフェッショナル、プロフェッショナルで。うん、僕もイタリアずっとトレーナー連れて行ってましたけど、うん、僕はそれ2006年辞めて、うん、でその後もイギリスのチームに残って今いるんだよね。ヨーロッパに今はまだ、ウェストハムかな、うん、がやってて、その上イタリア代表まで行ってるからね。そうそう、去年ワールドカップもイタリア代表で行ってて、日本人の、日本人のだけど、ね、日本人のトレーナーはやっぱ優秀だと思う、うん、そうですよね。今韓国とかでもねトレーナー呼ばれたりしてます。本当ヨーロッパの人知らないだけでやっぱ、うん、実際にもうその日本のトレーナーの腕を知ったら、はいはい、選手よりも行くかもしれないね。なんか選手以上に移籍できる人いっぱいいるかもね、需要がもしかしたら。ビッグクラブで、ビッグクラブで